初めてのオリンピックの舞台ピッチに立った時どういう気持ちでしたか？まあ、本当に素晴らしい舞台ですし、まあ、でもいつもの試合とやることは変わらないんで、まあ、点取れなくて本当に悔しかったです。監督には何ていう言葉をもらってピッチに入ったんですか？全部仕掛けていいからパスとか探さないでシュートまで行けって言われて、はい、言われました。今日スタジアムにはすごくたくさんの日本サポーターが駆けつけていますけれども、皆さんへメッセージをお願いします。本当に今回は勝てなかったですけど、まあ、優勝目指して全員で頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします。お疲れ様です。